ただ今から、参議院選挙区選出議員候補者の経歴と政権を放送します。この放送は、公職選挙法に基づいて、候補者の政権をそのままお伝えするものです。ただいまの放送は、公職選挙法に基づいて、候補者の政権をそのままお伝えしました。